目で見ればいいんです。もう決まりました。6回に点を加えた時点でそういう話が出てましたから。今どうしたんでしょうか。今ね。今シーズンはね。三振かと思って。苦笑いをしていますが。ストライク聞こえたんだろうね。聞こえたんですよ。うちではストライク言ったのか分かんないよ。でもここでやったって言ったから。タレシが言ったかも分からんですよ。タレシが多分ストライクのキャッチャーがね。それをシーツが勘違いしたんだね。なるほど。そしてバットぶつけたんだ。